こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そして今いる場所がですね、ロマンの森共和国という大型複合施設に来ております。まずは概要欄より前回の動画を見ていただいて、この施設の素晴らしさを知っていただけたら非常に嬉しいです。そして今からですね、約30分くらい、ドライブをして鴨川市に向かい、鴨川グランドタワーですね、本日宿泊する鴨川グランドタワーに向かいます。それではドライブ楽しみます。ロマンの森共和国がですね、楽しすぎて結構長居してしまいましたね。そしてだいぶ動画も撮ってしまって、カメラのバッテリーがやばいことになってますね。まだチェックイン時間まであと1時間くらいあるので、道の駅でも行きますかね。みんな南の里来ました。前回来た時に比べて日にならないぐらい混んでますね。おー、一面の菜の花、まだ2月なのに。道の駅出ました。みんな南の里すげえ混んでて、駐車場に入りきらないぐらい混んでましたよ。あんな混むんだね、あそこね。それでは本日宿泊する鴨川グランドタワーに向かいます。さあ、そろそろ着きます。正面に見えてますね、でけえわ。着きました。結構混んでそう。チェックインしました。そしてお部屋紹介です。めちゃめちゃ広い、広すぎて良すぎてびっくりしてます。リビング、そしてベッド、どこから見せたらいいんだろうか。ベッドが4つ、そしてお風呂で、ベランダですね。海も見えます。ここは鏡があるので反射しちゃうと。でリビングに戻って、ベランダがかなり広いな、これ。うわー、マジか。でこちらが、ダイニング。あれ、キッチンがあった気がしたんだけどな。どうやって行くんだ。ここか、この扉か。キッチンっすね。やーべー広すぎー。ベランダ出ました。広いんよ。下が教習所だな。教習所がありますね。そしてこの景色よ、いいとこ来たな、これ。
こんにちは。本日宿泊させていただくものです。よろしくお願いします。部屋が広いからもうパソコンを置いてゆっくり作業できますね。宿の散策しようかなと思ったんですけど、結構ね移動がエレベーターで大変で、あと限られてるので行ける場所が2階に若し湯の大浴場があって、あと33階にスカイラウンジがあるけど休業中ですね。コロナウイルス感染防止のため休業中になってるのかな。であと1階に居酒屋さんありましたね。それは見ました。なので今から温泉施設行ってみますか。向かいのグランドホテルの方に大きな温泉施設ありますので楽しみっすね。そっち、混雑状況を見れるのかなりいいですね。今やっぱりチェックイン後で混み合ってるみたいですけど、行ってみますかね。コンドミニアム泊いいんですけどね、温泉入りに行くのがちょっと遠いですね。楽しいんですけど、今はテンションも上がってて楽しいけど、夜とか朝これをまたする気になるのかと言われたらちょっと分かんないですけどね。とりあえず行ってみますか。でこの先おそらく撮影できない可能性もありますんで、撮影できなかったら写真でお見せいたします。ホームページの写真を借りて。グランドホテルすげえな。おお、これはいいホテルだな。こっちも泊まってみたい。温泉入ってきました。宿に向かう最中にですね、正直めんどくさいっていうようなことを言ってましたけど、もう絶対に入りに来た方がいいですね。めちゃめちゃ良かった。綺麗、広い。多分 2,30 人ぐらい入ってる人いたと思うんですけど、それでも全然余裕、貸し切りレベルで自由に楽しめて、残念ながらサウナは混んでて入れなかったんですけど、絶対来るべき。健康センターとかそういうレベルの広さと綺麗さでしたね。一回ね、日帰りで入ったりするとそこそこ金額取られるみたいなんで、あと 2,3 回は入って元を取り返したいかなというふうに思っております。そして今暑くて涼んでます。夜も入りに行くの楽しみですね。それでは部屋に戻ります。今日はそこまでお昼は寒くないんですよね。今も上着を着ないで全然歩けるレベルなんですけど、果たして夜はどうなんでしょうね。この道結構寒くて辛いのかな、きついのかな。部屋戻ってきました。温泉結構楽しみすぎてもう4時半とかですね。仮眠取れるかな。結構興奮してて眠くないんだよな。景色が良すぎてついついベランダに出てしまいますね。明日天気が悪いみたいなので、まだ天気今日いいのでなるべく今のうちに見ておこうかなと。そしてですね、この後は素泊まりなので、夜ご飯をまた居酒屋探して食べに行くことにします。
動画おそらくね結構長くなってると思いますんで、また夜ご飯編に関しては分けてお送りしようかなと思っておりますので、概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。ではまた後半の動画でお会いしましょう。バイバーイ。グランドタワーがあんな遠くになってしまった。まだこっから800メートルぐらいありますね。これ